はい。というわけで、新卒1年目で会社を辞めたい、あなたにね、新しい働き方に一歩踏み出すコツということでお届けしたいと思います。辞めたいけど、一歩踏み出す勇気が湧かないあなたへということで、まあ、ノウハウやスキルも大事だけど、気持ちの在り方も大事っていう、プロダクトローンチオフィシャル講師の、木田秀樹さんが運営されているこちらのチャンネルで、私も動画を投稿させていただいている、んですけども、こちらでですね、まあ、やっぱりオンラインビジネス、まあ、新しい、ね、働き方について、いろいろお伝えしているチャンネルにはなっているんですけども、やっぱりね、そのノウハウとかをね、まあ、覚えるのも、まあ、大事は大事なんですけども、それだけじゃなくて、やっぱりもともとのね、その心ですね、あなたの心をまず整えるっていうね、ところをお伝えしてから、やっぱりノウハウをやスキルっていうのをね、身につけていただく方が、これからのノウハウやスキルの習得っていうのも助けてくれるので、ぜひね、こちらの考え方を取り入れていただければと思います。でですね、2つの講義であなたのマインドを前進させますということで、世界に4人しかいないプロダクトローンチオフィシャル講師、まあ、ジェフ・ウォーカーですね、アメリカでこう有名なマーケッターのジェフ・ウォーカーが、公に、認めている、オフィシャル講師の池田秀樹さんと、2016年から脱サラし、現在まで働き方改革を実現しているフリーランスの、私ですね、今喋ってる私、前編後編に分けて、ね、講義を行ってますので、こちらからあなたの悩みを、ね、解決するヒントをお届けしたいと思います。で、一つ目ですね、最初の池田秀樹さんが、提供する講義は、コンフォートゾーンっていうね、世界的に有名な、まあ、マインドの、考え方ですね。これを使ってあなたの一歩を後押しするっていう、こちらの方法について、これが前編です。で、後編は私が、お送りする科学と自己啓発のミックスで展開する独自の理論で、より確実に自信を持つ秘訣ということで、まあ、こちらはね、私の、まあ、今までの経験と、その調べてきた、考え方をミックスして、こういう考え方をすれば、かなりね、こう前に進みやすいんじゃないかなっていうのを、あなたにこうセットでお届けしたいと思います。まあ、このコンフォートゾーンっていうのがあるんですけども、やっぱりね、このコンフォートゾーンの考え方で、まあ、全部カバーできるなら問題ないんですけども、とはいえみたいな感じで、このコンフォートゾーンっていう図が出てくるんですけども、そのあなたのいる快適領域から不快な領域に一歩踏み出すっていう、その踏み出す過程において、こうこっちのね、考え方っていうので、こう適用させると、よりね、こうコンフォートゾーンを滑らかにこうスイスイスイって、こう外があなたのね、こう安心領域から深い領域へ進んで、あなたのね、こう新しい働き方改革っていうのを実現するための、考え方、そのマインドのあり方ですね。あなたの脳みそのあり方っていうのをこう変えていけるきっかけになると思いますので、ぜひこちら、ぜひご覧いただければと思います。それでは VTR どうぞご覧ください。今日は恐怖を乗り越えるということについてね、話をしたいと思います。これからですね、起業をしようとする人、あるいはすでに起業しようとしてる、すでに起業している人で、やっぱりこの起業家にとってすごく大事なこと、それはですね、これから自分が歩んでいくこの起業家の道のりにおいて、いろんな障害が目の前にね、現れてくることがあるわけですよ。そういった障害が現れた時に、そこに対してどういうリアクションをとって、そこで決断をしていくかということ、これが本当に大事なんですね。もちろんあなた自身の持っているコンテンツをより洗練させて、そしてそれをどういうふうに届けたらいいかということをね、そのやり方、マーケティングのやり方、あるいはローンチのやり方を学んで、それをやっていくということはすごく大事です。でも、ほとんど多くの人が、多くの起業を志している人が、うまくいかないのはなぜなのか。それはどうやって自分の中のメンタルゲーム、この自分の中のメンタルと戦っていくのか。ここがすごく大事なわけです。で、例えば2020年はね、世界的にコロナの問題が起きて、世の中で多くのことが変わったわけですよね。で、そういった中で、もしかしたら、あなたは、あなた自身のね、ビジネスに危機的な状況に陥ったり、あるいは、今までとは全然違った生活パターンになったことに対して、ここで、恐怖を感じたかもしれないです。ストレスを感じたかもしれないです。正直、恐怖を感じた人、多いと思います。私も感じました。これから世界はどうなってしまうのか、経済はどうなってしまうんだろう、この今のこの状況がもし変わらないで、もっともっとひどくなってしまったら、
自分のビジネスは続くんだろうか、あるいは私のクライアントの人たちはこれで売上を上げていくことができるようになるんだろうか、そういったことをですね、そういった世界的にコロナの問題がスタートしたときにすごく私自身感じて、ここで恐怖を感じたわけです。おそらくあなたもそれに近いものを感じたかもしれないです。で、そういったときにじゃあそこをどういうふうに乗り越えていくのか、それは今お話ししたのは2020年のコロナの話ですけども、それはコロナに限らずいろんな場面でいろんなことがビジネスには起きるわけですよね。予期しなかったことが起きたり、人間関係で何かトラブルが起きたり、そういったこと、あるいは今まで自分がやったことがないこと、経験したことがないこと、それにチャレンジをしなければいけないというそのモーメントが自分のところにやってきたときに、ここで恐怖を感じて足を止めて後ろに後退するのか、あるいはここで恐怖を乗り越えて前に進むのか、それによってあなたのアントレプレナーとしての起業家としての人生は大きく変わっていくわけです。あなた自身恐怖を乗り越えていって、そしてここで自分が進むべき道、自分の使命、ビッグワイを実現するために進んでいく、これはとても大事なことなんですね。で、それと同時に恐怖を乗り越えるっていうのは、これは言うなればコインの裏と表、あなた自身恐怖を乗り越えなければいけない、そしてあなたのクライアント、あなたのお客様、あなたのクライアントもこれから新しいチャレンジをするためにあなたの商品に投資をして、そしてここで自分のね問題を解決するために、あるいは自分の未来を手に入れるためにコミットメントしていくということに大きな恐怖を感じるわけです。じゃあどうやってその恐怖を乗り越えさせることができるのか、これはあなたがこれからオファーをしていく上で、あなたの商品をセールスしていく上でとても大事なことなんですね。で、今日はじゃあどうやってその恐怖をあなたがクライアントに乗り越えさせることができるのか、それについての話をしたいと思います。で、まず最初に恐怖っていうのはなぜ起きるのかという、その恐怖のメカニズムについてね、話をしたいと思います。で、このメカニズム、これはですね、コンフォートゾーンというふうにね呼ばれているものです。コンフォートゾーンという言葉をね聞いたことがある人はとても多いと思います。このコンフォートゾーンというのは何なのか、まず一番最初にこの小さい円、ここはですね安心領域、つまりコンフォートゾーンと呼ばれるものです。コンフォートゾーン、このコンフォートゾーンは普段の日常です。守られている、リスクを犯さない、いつもと同じような日常、まさか何か突然何かのウイルスがやってくるとかね、何か自分のビジネスに突然何かがやってくる、そんなことは全く予期していない、安心で安全で守られた状況にいる、それがこのコンフォートゾーンの中にいる状態です。で、このコンフォートゾーンの中にいたら確かに気分的には安心安全感じていつもと同じような生活をしているかもしれないです。でもこのコンフォートゾーンに居続ける限り、本当に自分が実現したいこと、自分自身が本当になりたい自分、ここに向かって自分自身を変化させて、そしてここでその自分が欲しいものを手にするということが
コンフォートゾーンにいる限り実現することはできないわけですね。じゃあどうすれば実現できるのか。それはこのゾーンの外に出ることです。このコンフォートゾーンの殻の外、このゾーンの一歩外に出ると、ここには恐怖が待ち構えています。恐怖。これはフェアゾーン。フェアゾーン。フェアってのは恐怖ですね。恐怖の領域です。自分が新しいこと、今まで全然日常生活では起きなかったような新しいチャレンジをやるということは恐怖が伴うわけですよね。例えばこれまで会社員で毎月決まったお給料をもらっていた人がある日突然その給料がもらえなくなる。働いてそこで30日一生懸命働いたとしても一銭にもならない。まあ私たち起業家ってそうですよね。私たちがやるものって労働量に対する対価でお金をいただくわけじゃないじゃないですか。そうではなくて、どれだけ人々のために価値を提供したのか、そしてそれが評価されたのか、それに応じてお金をいただくことができるわけですよね。だから働けば仕事がもらえるっていう、そういった会社の人とは全然違うわけですよ。じゃあこれまで働けば仕事、はい、働けばお金がもらえるというところに、そのコンフォートゾーンにいた人がここで働いても、1日8時間働いても10時間働いてもお金にならないかもしれないという人生を選択したとしたら、これはとても大きな恐怖なわけですよ。もし子供がいたら、もし養わなければいけない家族がいたら、親がいたら、兄弟がいたら、これは恐怖以外の何者でもないわけですよね。で、この恐怖の領域に入ると、その人はどういうことを考え始めるのか。このメカニズムをすごく理解することはとっても大事なんですね。これはなぜ大事なのか。それはあなたがあなたの商品をオファーしていく上で、あなたの商品のオファーを受け取る人がどういうふうに感情が動くのか。それを理解するということはすごく大事なわけです。で、この恐怖の領域に入ると、ここで人は言い訳を探し始めます。できない言い訳、それを探し始めるわけですね。例えば、ああ、これはできない。時間がないからできないんだとかね。ああ、親が反対してるからできない。ああ、旦那さんが反対してるからできないとか。そもそも私の今の給料では、これはやるのはリスキーだとか、いろんなことが頭の中で言い訳を作るわけです。それはなぜなのか。人は恐怖を感じると言い訳を作るようにできてるんですね。で、この恐怖の領域に入ると人の意見に左右されます。怖いから自分の判断ができなくなってくる。そうすると周りで誰かがやめた方がいいよ、そっちの道に行くのは危険だよ、怖いよ、なんかそっちに行ったらもしかしたら人生が台無しになっちゃうかもしれないよとか、いろんなことを言っている人の意見に左右されるようになるんですね。そしてこの恐怖の領域に入ると、自分がこれまでに経験してきたスキルだったり、そういった知識というのがまるっきり役に立たない。そうすると本当にできるのかどうか自信がなくなるわけですね。自信がなくなるわけです。こういったことがこのコンフォートゾーンの外に一歩出ると起きるわけなんですね。でもこの恐怖の領域の外に行かないと本当に望んでいる理想の未来を手に入れることができないわけです。じゃあこの外の世界には何があるのか。この外の世界にあるのは、ラーニングゾーンと呼ばれる学習の領域です。学習の領域。ラーニングゾーンですね。で、このラーニングゾーンというのは、要は
ここの領域に入ると学ぶことができる、本当の意味で学ぶことができるようになるわけです。本当の意味でね、ただ頭の中に知識を入れるというのではなくて、本当に深いレベルでそれを学んで、そして実践ができるようになるわけです。それがこのラーニングゾーンという領域ですね。で、このラーニングゾーンに入って初めて スキルを手に入れることができるわけです。そしてラーニングゾーンに入ると問題の解決ができるようになります。でもこのラーニングゾーンに入るためには、まず最初にこの恐怖の領域の外に出ないとラーニングゾーンに入ることができないわけです。で、ここの恐怖を乗り越えたら、ここで人生が変わり始めるわけです。そしてここで学びの領域に入って、新しいスキルを身につけて、自分の考え方も変わっていって、そしてこのさらに円の外側、グロースゾーン。グロースゾーンっていうのは成長領域です。グロースゾーン、成長領域。このラーニングゾーンの外のグロースゾーンに行くことで、ここで自分の目標、本当に自分が目標としていた、それが例えば人によっては売上かもしれない、あるいは自分が理想としてたライフスタイル、ワークスタイルを実現するかもしれない、そういった目標を達成することがね、できるようになっていくわけです。そしてこのグロースゾーンに入ると、本当に自分の夢を実現するために毎日の生活を送ることができるようになるわけです。このコンフォートゾーンにいる時っていうのは、夢っていうのはテレビとか映画とか小説の世界なんですね。現実ではないわけです。でもここのグロースゾーンに入ると、本当に夢というのは実現するために存在するものになるわけです。そしてこのグロースゾーンに行くと、自分のミッション、自分のビッグワイ、ミッション、それを改めてそこでね、それを見つけたり、あるいはそのミッションのために生きるという、そういった形で自分自身の成長させることができるようになっていくわけです。で、ここでグロースゾーンに行くと、新しいゴールの設定ができるようになります。次の目標設定ができるようになっていくわけですね。これはほとんどどのニッチ市場においてもこのコンフォートゾーンは存在します。たとえあなたが言語を教える先生だったとしても、たとえあなたがダイエットとか、あるいは健康についてそれを指導するコーチだったとしても、ビジネスのコーチだったとしても、恋愛とか結婚を教える人だったとしても、あるいは何かのヨガだったり音楽だったりね、そういったものを教える人であったとしても、どんなニッチの市場だったとしても、あなたはあなたのクライアント、お客様にこのコンフォートゾーンの外に出て、そして恐怖を乗り越えてもらわないといけないわけです。これはあなたがその商品で良いトランスフォーメーションをここね、見せてあげて、その未来を提示してあげて、そしてトランスフォーメーションをオファーしていくということと同じぐらい大事なんですね。どうやってこの恐怖の領域に入っている人たちを乗り越えさせて、この外の世界に導いていくのか。で、もう一個言うと、この最初の恐怖ゾーンのね、恐怖のゾーンを超えて、ここでラーニングゾーンに行ってグロースゾーンに行くと、コンフォートゾーンの領域が広がります。じゃあ、人によっては、今私はですね、ミッション、あるいは夢に生きてね、
目標も達成できるようになって、私はもう完璧ですと思ってる人もいるかもしれないけど、でもここまで来たら今度はここがあなたのコンフォートゾーンになるわけです。コンフォートゾーンが広がるんですね、成長してるから。でもここが今度コンフォートゾーンになってるから、今度は次のステージに行くためにはここにはまた恐怖があるわけです。次の恐怖があるわけですよ。ここと同じです。ここと同じ。ここが要はここになっただけです。で、またここの次のステージでの恐怖を乗り越えて、そしてまたこの新しいステージで必要とするスキルを身につけて、ここで新しいステージのグロースゾーン、成長領域に入って、そしてまた次にあなたのそこがコンフォートゾーンとなって、その外に恐怖があってという形で、これがずっと続いていくわけですよね。で、じゃあどうやったらそのあなたの目の前のあなたの理想のアバター、あなたの理想のクライアントの人に恐怖を乗り越えさせて行動を導いていくことができるようになるのか。そのために有効なツールの一つとしてストーリーがあります。ストーリー、このチャレンジではストーリーというものがどういうふうにそれをローンチの中で使って、ストーリーをどういった場面で使っていくことができるのかということについて学んでもらっています。そしてそのストーリーというのはいろんな場面で使うことができて、いろんな目的で使うことができるんですね。その目的の一つが恐怖を乗り越えさせるという目的、ストーリーです。で、それはじゃあどういうふうにそのストーリーを使うことができるのか。これはシンプルです。あなた自身のストーリーを語ることによって、ここでそれを聞いている人に恐怖を乗り越えさせることができるわけです。つまりあなたがかつてすごく何かに対して恐怖を感じていたことがあって、でそれを乗り越えたというその経験を、そのストーリーを語ることによって、それを聞いている人に恐怖を乗り越えさせる、勇気を与えることができるわけです。今日の課題は勇気のストーリーです。この課題は5分間の Facebook ライブで、あなたがこれまでに自分がね、かつて経験してすごく恐怖を感じて、その恐怖を乗り越えたという、そういったストーリーを語っていただきます。で、いろんなストーリーがあると思います。あなた自身のね、どんなストーリーでも構いません。でもこのストーリーの目的を理解することが大事なんですね。あなたの目的は、あなたの目の前にあなたのアバターの人がいるというふうに想像してください。そのアバターの人が今あなたの商品を購入して、ここでそれをやろうかどうか、すごくここで悩んで躊躇しています。それはなぜか、怖いからです。じゃあその怖くて行動ができないという人に対して、目の前のあなたのクライアント、理想のクライアント、未来のクライアントに対して、あなたはどういうストーリーを語って、そしてその一歩前に踏み出す決心をさせることができるでしょうか。これがあなたの課題です。例えばですね、じゃあちょっと私のねストーリーをお話ししたいと思うんですけども、まあ私2017年にプーケットでイベントをやったんですよ。でそのイベントをやった時に、そのまず日本からね150人の人を呼ばなきゃいけなかったんですよ。日本から150人の人をね。でその150人の人を呼ぶのに、でここのイベントすごくお金がかかってたわけです。でホテルにある程度この150人の人がここのホテルに泊まるというところでね、その契約もしなければいけなかったわけですよね。もしそこが人数が、その宿泊する人の人数が少なかった場合は罰金を払わなきゃいけなかったわけですよ。あるいは私がね、海外からゲストスピーカーの人に来てもらうのにお金を払って来てもらって、でその人たちが来るので、もしここで私がイベントやって誰もお客さんがいなかったら、
恥をかかせてしまうわけですよね。そういったこともできない。あるいはそのイベントをやるためにいろんな人が仕事をしていて、その人たちがいろんなお金も払わなきゃいけない。そういったことですごくお金が、準備にもお金がかかってたわけですよね。で、そういった中で最低ノルマを達成しなければいけなかったわけですよ。で、そのイベントの集客自体は3ヶ月ぐらい前からスタートしてたんですけども、最初全然集まんなかったんですね。で、そこで集まらなくてこのまま行ったらやばいんじゃないかってすごく思ってて、で、すごく私はその時にまず一回恐怖を感じたんですね。でもそこでなんとかいろいろ自分なりにやり方を考えて、そこのイベントで人をね、連れてくることができたんですよ。で、そこで150人連れてくることができたんですけど、結果イベントは大きな赤字だったんですね。で、私はそれがすごくトラウマになってしまって、イベントやるのが怖くなってしまったんですよ。それが2017年です。で、その私がイベントやるのが怖くなってた時にある話が来ました。それはジェフ・ウォーカーを日本に呼んで、彼にイベントセミナーで登壇してもらうという話です。これは私以外の別の人からその話をいただいて、一緒にそれをやろうという形で提案されたんですね。で、そのまあ条件はいろいろあったんですけども、まず私が半分集客をしなければいけなかったんですよ。それは最低750人以上の会場だったので、350人最低でも私が集客をしなければいけなかったわけです。で、私はその前のイベントの失敗があって、で、イベントですごくやっぱ集客するのは難しいってこともしてたし、その予定した場所が東京じゃなくて大阪だったんですね。で、それもすごく私の中では本当にうまくいくのかなっていうところで躊躇してたんですよね。で、じゃあその話を受けるべきかどうすべきなのかとかすごく悩んだんですけども、そこでそれを受けることにしたんですよ。私はすごく怖かったんです、イベントをやるのが。でもそこで私はジェフ・ウォーカーを、ジェフ・ウォーカーが日本に来てくれる、もし彼を日本に呼ぶことができれば、ここで日本人の人にローンチの素晴らしさ、本当に素晴らしい価値、起業家が素晴らしい価値で世界を変えていくという、その彼のメッセージを伝えることができる、そういうふうに信じて、そこでその一緒にやろうということでね、ジェフ・ウォーカーを日本に連れてくるというイベント、そこにオールインしたわけです。で、その後もいろいろあったんですね。で、本当に途中で諦めそうになったこともあったんですけど、結果としてはそのイベント750人の人を集客することができたわけですよ。で、本当に私今でも思うんですよね。もし私があの時に自分がその前の失敗で怖かったトラウマでそれをやらないという選択をしてたら、その恐怖でそれをもしやらなかったという選択をしたとしたら、今どうなってたか。おそらく今私はあなたにここで論調を教えていないはずです。あなたがここにいるということは絶対なかったはずです。そして私がこれまでに論調を教えてきて、その論調を使ってここで素晴らしいビジネスを作っていった起業家を生まれることはなかったし、そしてその起業家が伝えた価値によって多くの人の人生が幸せになっているわけですよね。でもそれも起きえなかったわけです。もし私があの時に行動していなかったら。だから私はね、あなたに伝えたいんです。あなたの素晴らしい価値を待っている人のために、あなたの未来のクライアントがあなたの価値によって人生を変えて、そしてその人の周りの人の人生を幸せにしていくためにローンチをしてください。あなたにはできます。You can do it。 ちょっと科学的な知見でちょっと話をしていこうと思うんですけども、まず一つ目が量子力学です。こちらね、科学の話に、自己啓発を混ぜるみたいな、そういう感じの話ですね。で、まず量子力学でこの、量子テレポートってやつがあるんですね。で、この量子テレポートが何かっていうとざっくり説明すると、ペアの公式ってやつがあるんですね。この赤い丸とこの青い丸でこうなんか
まあ、あんま難しいことは言わないですけど、こういうなんか2つなんかペアでセットになって2人で1つみたいな、そういうね、講師、まあ、講師光の、光の子供ですね、講師なんかペア講師ってやつがあるんですね。でこれをこの青い方をですね、こうなんかグーグーって引き離すんですね。あの量子トンネルっていうなんかニュースとかで一度は聞いたことあるかもしれないですけども、あの量子トンネルっていうところの中でこの実験が行われてるんですけども、この青いやつをこうギューってこうね遠ざけるんですね、こうやって。で遠ざけて、この後どうするかっていうと、なんかこの緑色、ちょっと見えにくいですけども、この緑色をね、なんか別のなんか格子 C みたいな感じのなんか別のやつを持ってくるんですね。この赤いやつにちょんでつけるんですよ。でそうするとこの青いやつがね、このギューって引き離したこの青い方のやつが、なんかこいつをね、なんか認識するんですよね、この青い方が。このペアの格子。だから二人で一つだから、なぜかこう、お互いをね、離れてでもなんか認識し合うみたいな、なんかそういう性質を持ってるんですね。で、あ、じゃあこいつは、俺じゃんみたいな風に思うんですよ。なぜか知らないけど、この青い方がね。で、そうすると、この緑色だったやつが、こっちに瞬間移動するんですよね。実際は、瞬間移動っていうよりは、これの、コピーがここに誕生するっていう感じなんですね。で、こっちの、この二人は消滅しちゃうんですね。確か二人か、二人同時に消滅するか片っぽだったかちょっと忘れましたけど、これ、こっち側消滅して、で、この緑色にここにくっつけたやつが、こっちに、結果的に瞬間移動してるように見えるんですけど、厳密に言うと瞬間移動じゃなくて、これが、コピー&ペーストされた、動画ファイルとか、イメージするとわかりやすいですね。パソコンもありますけども、例えばそのパソコンのね、デスクトップで、なんか動画のファイルがここにあって、でそれをコピー&ペーストすると、ここにペーストするみたいになると、こうパッて出てくるじゃないですか。あれに近い考え方です。でこれが量子テレポートの原理です。で次ね、量子テレポートの次はちょっとね、これ なんでこの話をするかっていうのは最後ちょっとまとめでちょっとお伝えしますね。 iPS 細胞、この iPS もね、これノーベル賞を取った、京大の先生が開発したやつですね。でこれはなんか iPS 細胞、知らない方のために一応、解説すると、なんか iPS 細胞のなんか元になる細胞みたいなのがあるんですね。でそれをなんかこの牛って書いてますけどね、ちょっとこの牛みたいな、実際はなんか機械とか使うと思うんですけども、そういうなんか牛みたいなやつでこうこの細胞のなんかどっかにくりつけてこう引っ張るみたいなことをやるんですね。こうグググってなんかこっちなんか考え方にちょっと近いやつですよね。グーグーってこうやって引っ張っていって、で、この引っ張ったやつから、こう、ポンってこう、なんか iPS 細胞が取り出せるみたいな、そういうなんか仕組みなんですけども、ざーっと概要だけ言います。で、最後は、これ、なんか絵描いてますけど、これ飛行機ですね、飛行機。早速、じゃあそのまとめを、総まとめをしようと思うんですけども、これね、なんでこのバーってこの話をしてきたかっていうと、これは飛行機が空を飛ぶ理由ってご存知ですかね。ベルヌイの定理っていうやつなんですね。の定理っていうね。はい、映ってますね、大丈夫ですね。ベルヌイの定理。っていうやつがあるんですけども、ベルヌイの定理によってこの飛行機は空を飛んでるんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、実際ねこのベルヌイの定理の実験、そのね公式があるんですけども、その公式に基づいて計算した結果と、その飛行機をね実際に飛ばすときに出てくる数値が実はなんか結構違うみたいなことが後から分かって、じゃあ本当はなんでこの飛行機が空を飛んでるかっていうのは厳密には分かってないんですね、実は。じゃあ、ね、こうちょっと一旦ちょっと戻りますけど、この iPS 細胞がこうなんか牛みたいなやつでこう引っ張って iPS 細胞を取り出しますっていう話したけど、なぜこれが成立するかっていうのは実は分かってないんですね。こういう実験のやり方をすると iPS 細胞ができますよっていう、その再現性の部分は担保されたんですけど、なぜこれで iPS 細胞ができるのかっていうのは実は分かってないんですね。これもだから飛行機が空を飛んでる理由もよく分かってないで、 iPS 細胞ができる理由もこういう実験をするとできるっていうのが分かってるだけで、なぜこれで iPS 細胞ができるのかっていう、その理由については謎のままなんですね、実は。で、もう一歩、この量子テレポートですね、最後、一番最初のやつに戻りますけども、この量子テレポート、がこうやってね、こう、瞬間移動できますと。で、なんでこれできるんですかっていうふうにね、こう、アインシュタインとかもね、こうめっちゃ詰めてるんですよね、この量子力学を考えた人たちに。なんでこれで成立するの？もっとなんか論理的に説明しようみたいな感じで、めちゃめちゃ詰め寄るんですけども、彼らはそれをね、こう、説明できないわけですよ。なんでか知らないけど、こういう実験をすると瞬間移動ができるみたいな。はい。なぜかわからないけど、自然界がそうなってるからこれが実現しますっていう量子力学。もうだから科学の世界って本当にね、もうなんか権威性の塊みたいな感じですよね。もうそういう最前線で戦ってる人ですら
なぜかわからないんだけど自然界がそうなってるかっていう結論でこれをやっちゃってるんですね。で結局この量子レポートが何に使えるかっていうと、だからこれワクチン開発ですね。ワクチンの開発とかにもなんか使われてるんですね。だから要するにめちゃめちゃなんか瞬間移動できるんですよ。だからアインシュタインが言ったら相対性理論では光が一番速いっていうふうに言われてますけども、この量子レポートを使うとこのそもそもその光みたいにこうギューってこう移動する必要すらないわけですから、光より速いわけですよ、移動速度だけで言ったら。だからめちゃめちゃバカ速い計算スピードのコンピューターができるっていう理屈がこれこの量子レポートの実験結果から作れるようになったんですね。でじゃあなんでそのこのテレポートができるかっていうのは分かりませんと。でもそのこの原理を基づいて量子コンピューターを作ることができましたと。で量子コンピューターを作ることができたから、この量子コンピューターからこのワクチン開発みたいなところにつなげていけると、めちゃめちゃ速い計算でワクチンを開発できるというようなことができるわけですね。で iPS 細胞はじゃあ一方こいつで何ができるかっていうと、コピーで、肝臓を作る。例えばなんかアルコール飲みすぎてこう肝臓がダメになっちゃったけど、 iPS 細胞でこう自分の細胞からねこうコピーの肝臓を作り出してこうやって差し替えれば、治るじゃんみたいなね、なんかそういうね、そういうなんかすごい便利なことができるわけですね、この iPS 細胞は。じゃあ一方飛行機は、まあ飛行機はもうこれそのまんまですよね。もう空飛んで、海の向こうまで簡単に行けるみたいなね感じで、こう私たちのこの生活を便利にしたり、こう私たちの命に関わるところですね、こういうワクチンとかこういう内臓を作るとか、私たちの命に関わるところとか生活インフラで必要となる部分って結構なんか完璧じゃなくても、まあここにちょっと書いてますけど、完璧じゃなくてもオンライン、やっとこのタイトルを言うんですけど、完璧じゃなくてもオンラインを使って仕事をすることは 100% できる理由ってところに繋がってくるんですけども、結局ねオンラインを使ってビジネスするって私たちの生活に直結するじゃないですか。例えばこのね、私たちもご存知のそのとあることをきっかけにこう、オンラインを使わざるを得ないと、そうしないと仕事ができないぐらいの、そういうなんか私たちでこう命の危機になるぐらいの現象が起きましたと。でじゃあね、それをじゃあこれのね、これの考え方を用いてこれをオンラインのね、ビジネスに転用すると、なぜかわからないけど自然界がそうなってるからっていうね、こういうこの理屈を踏まえた上で、なぜかわからないけど私たちはできると。なぜならこう私たちの命に関わるような出来事っていうのは完璧に理屈が分かってなかったとしても実現できるじゃないっていうふうにね、この科学が証明してくれてるわけですよ。ベルヌイの定義を使っても飛行機が空を飛ぶ理由は分かりません。で iPS 細胞がこういう実験するとコピーの肝臓とか作れるけど、その理由は詳しくは分かってませんと。でさらにはこの量子テレポートですね、量子コンピューターを作るために必要なこの量子力学の量子テレポートの実験をやると瞬間移動、こういうね量子を、瞬間移動することはできるけど理屈は分かりませんと。なぜこれが成立するか分かりませんと。それはなぜか分からんけど自然界がそうなってるから、結果的に量子コンピューターを作って私たちの命を助けるワクチンとかも作れると。でオンラインも私たちの、生活をこう伝えてくれるものになってくるわけですよね。だからもしねこのオンラインを使ってなんかこう、まあ、私もねめちゃめちゃ久しぶりにライブやったわけですから、もう1、2時間ぐらいちょっとねこの紙の前に突っ立ってね、なんかやってもいいのかなどうかってちょっと悩んだんですけど、でもねこの考え方を用いると、いや別にやってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。別にだってねこういう命に関わるようなことをだったとしたらね、オンラインで仕事しなかったらね生活できないみたいな、そういう状況になってるんだとしたら、こう命に関わるようなことはなんかこう完璧にできなくてもなんかもう成立するように作ってくれてるっていう風に考えたら、オンラインビジネスでこうやってね、ライブで配信するとかテクニカルが苦手とかまだそういう問題も起きると思うんですけども、そういうのもね全部ね完璧にできなくても全部克服できると思うんですよね。なぜかっていうと自然界がそうなってるからっていう風に結論付けることによって、すごいねなんか勇気を振り絞ってなんかそのコンフォートゾーンをどんどん超えていかなきゃいけないっていう風になんか思いがちなんですけども、それだけじゃなくてこういう考え方でなんか自然にできるんじゃないかなっていう風にもっと軽く考えることを考える、この考え方をね頭の中に入れておくことによってこの勇気のコストっていうのを下げるんじゃないかなっていう風に今朝つい思ったんですね。アインシュタインがあの相対性理論作ったのは有名ですけど、その相対性理論ってなんかすごい完璧だって言われてるんですね。すごい完璧な理論なんですけども、あれ何でしたっけ、E=MC の2乗みたいなこういうね式ありますけどね、これ
でも日常生活で使いますかって言ったら全然出てこないですよね。この完璧って言われる分野ってなんか完璧だっていうふうに言われてるような物事はなんか意外と汎用性ないんじゃないかなって、まあ宇宙の真理を解き明かすっていう意味ではかなり貢献をしている素晴らしい知恵ではあるんですけども、私たちの日常にね、私たちの命にすぐさま貢献してくれる考え方かっていうと、まだ今の段階ではそんなことってなかなかないですよね。だからこう完璧な物事に関してはなんかこう使える部分がなんか限られててこうニッチすぎるみたいな、だからそういう感じだから汎用性がないから、別にこういうものは確かに存在、確かにそういう完璧と言われるような物事は存在したとしても、私たちはそんなにね、こんなオンラインで今からね、オンラインを使って仕事をするとか、そういう自分たちの生命の危機に関わるようなことをやっていくっていうことを考えるんだったら、そういう確かに完璧なように見える物事は存在してもあんま気にしなくていいんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。自然体でなんかこうね、これからもいろんな壁が立ちはだかったとしても、このオンラインを使うっていうのは私たちのね、生活に直結するから、もうそんなね、こう自然にできるようになるんじゃないかなっていう風に考えることによって、コンフォートゾーン の、あの、ね、境目いっぱいありましたよね。なんか境目があの辺をなんかグラデーションみたいにこうバーってこう滑らかにしてね、こう快適になんか突破していくこともできるんじゃないかなっていう風に私は考えてます。あなたにできる理由はなぜか分かりませんけども、自然界がそうなってるからできますという風な感じのメッセージを最後にお届けしたいと思います。